アブドゥデューフアブドゥデューフはセネガル共和国の政治家、同国大統領、首相などを歴任した。セネガルのルーガで生まれた。小中学校を三類で学んだ。ダカールで法学を学んだ後、パリのフランス海外医療国立学校に学び1960年、修了した。1963年、デューフはサンゴール大統領の下でセネガル政府高官となり、 1968年から1979年まで、計画、産業大臣を務め、1970年2月に1962年12月、以来廃止されていた首相に任命された。さらにサンゴール大統領優待の後、セネガルの第二代大,大統領に就任し、1983年、1988年、1993年に再選された。 1996年フランス語圏大賞受賞。1998年、キングファイサル国際賞イスラーム奉仕部門を受賞。ディウフは、セネガルの声を世界に広めることに尽くした。ディウフは2000年3月19日、大統領選の決選投票でアブドゥラ・イワットに敗れ、それ以降、妻のエリザベスと共に、フランスに在住している。2002年10月20日、 リューフはフランス語圏国際機構の第二大事務総長に選出されている初代はエジプトのブトロス・ブトロスがあり2003年より2014年までフランコフォーニー国際機関の事務総長を務めたありがとうございます